はい、こんにちは。第5回目の積分入門です。いやなんか4回とりあえず動画をアップしてみたんですけど、まあ、思うことは再生回数が低い、本当に低い、そういう、まあ、悲しい状況になってます。それでなんで低いのかなって考えてみたけど、まあ、おそらく、まあ、動画が面白くないんでしょうね、はい、だから何か楽しいものをしたい、できたらなと思ってるんですけど、なかなか思いつかない。大学の講義の時によく言ってるのは、なんか息子とスマブラしてとか言って、例えば昇竜拳とか、まあ、やってみてもまあ何も面白くないわけですよね。まあ、とりあえずやりましょう。前回まで言ったように、積分の理論というのは大きく分けると2つあります。で、1つ目が定積分で、これは一言で言うと、関数があって、関数が定める図形があって、図形の面積、これを求める理論です。で、まあ、もう一つ当然あって、それは前回やった不定積分です。で、こちらの方はざっくりと言うと、微分の逆を求めるものです。で、この2つの理論があるんだけど、この2つの理論はすごく関係があって、この2つの理論を結びつけるのが微分積分学の基本定理です。まあ、理論的にはこんな風になってるわけです。この後理論展開どのようになってるのかっていうのをこの動画で解説します。で、大学で習う積分論っていうのは、まあ、基本的には定積分、こいつの拡張です。で、それを書いていきましょう。今後習っていくことなんですけど、今言ったように、定積分の拡張理論を勉強します。ここではざっくりと4つの理論を紹介します。まず最初にやるのが広義積分。これは定積分に毛が生えたようなもので、何が少し拡張されているのかというと、例えば積分区間が拡張されています。定積分というのは、例えば A から B までの範囲で積分するというのが、まあ、定積分なわけですけど、広義積分というのは、例えば A から無限大まで積分する、そういう理論です。まあ、こういう理論なんですけど、まあ、応用、典型的な応用を2つ紹介します。1つ目がガウス積分というものです。で、これは確率論の基礎となるような積分です。特に正規分布の理論で大切になります。で、もう一つガンマ関数、こういうものがあります。で、これは広義積分を使って導入される、新しく習う関数です。で、こいつも確率理論とか統計理論で必要になる重要な関数です。で、数学的にもすごく面白い性質を持っていて、これは解除、広義の拡張になってます。で、これで広義積分の説明はこれで終わり。で、その次にやるのが二重積分です。で、これは一言で言うと、二変数関数の定積分の理論です。直感的に言うと、これは体積と非常に関係のある積分理論になってます。で、体積と関係あるだけじゃなくて、この二重積分というのは高校の時に習った普通の定積分ともすごく関係があって、その関係性を見ていくことで、例えばここで書いてあるガウス積分やガンマ関数の性質がより深く分かると、そういうことがあります。まあ、そんなわけで後期の授業ではこの広義積分と二重積分というのを勉強します。で、その後おまけ的に勉強するのが線積分と面積分です。で、まず線積分からなんですけど、線積分というのは主に物理で重要になります。で、これは例えば仕事とか位置エネルギー、こういう力学の内容と関係しています。で、こういうものを定式化するときに線積分というものが出てきます。で、もう一つ面積分というのがあるんだけど、こいつは例えば電磁気をやってると出てきます。こういうところと関係があるというか、そもそもこういう電磁気学の
性質を記述するために面積分という概念が生まれたっていう、こういう背景があるので、まあ、必然的に関係があります。でこちら の線積分もそうですね。物理の力学的な現象を記述するためにその数学的な言葉が求められて、 その結果この線積分というものが定式化されたと、そういう経緯があります。まあ、こんな感じですね。で、まあ、これらの4つの積分をちゃんと勉強するためには基礎となる高校で習った定積分と不定積分が大切になる。だからまず最初ここを解説しているわけです。はい、ということで、まあ、今日はこれで終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。もしよければチャンネル登録および高評価よろしくお願いします。それではまた。